ジスモンダとは、ビクトリアン・サルデによるギリシャを舞台にした4幕からなるメロドラマ演劇。1894年にテアトル・ドラルネサンスで初演され、後年にはアンリ・フェブリエによってオペラ、ジスモンダとして脚色された。ジスモンダに扮したサラベルナールの写真。1894年第一幕は、 西暦1450年のアテネ、アクロポリスの麓で始まる。序幕では、アテネ公爵の未亡人、ジスモンダと5歳の少年、フランチェスコの母親が見られる。ジスモンダは、絶対君主である息子の摂政として、公爵領の統治権力者でもある。彼女は冥心に取り囲まれており、その中に、アテネ公爵と結婚する前に、公爵夫人を愛したザッカリア・フランコという名の、 ベネチア人がいる。彼は一見すると、彼女の最も強い支持者の一人みたいに見えるが、実際には、自分自身のために権力を掌握しようと企む人物である。ザッカリアは、トルコ人と同盟を結んでおり、彼らトルコ人は、公爵領に敵対する彼の陰謀に加担している。公爵領の継承者であるジスモンダの幼い息子、フランチェスコは、 ザッカリアと彼の野望に立ちはだかる人物であった。そこで、ザッカリアはこの少年を殺害しようと共犯者のグレゴレスと共謀する。オープニングの場面では、ステージ中央に十字架が立っており、群衆がその周りに押し寄せている。やがて公爵夫人ジスモンダの若い老い、アグネロが入場する。彼は縦穴にいる虎を見下ろして、そこからは距離を置きつつ、 数人の仲間と十字架の隣にあるアフロディーテの像について論じ合う。ザッカリアと共犯者グレゴレイスが登場。彼らはジスモンダの息子、フランチェスコを縦穴の端まで誘い込み、事故のように見せかけて彼を中に押しやるという計画を立てる。穴の上で計画を練る彼らの興奮が囚われた虎を激昂させていた。 彼らの計画詳細がすべて段取りされる長い場面の後、ザッカリアとグレゴレスは、ジスモンだと、フランチェスコ他幾人かとステージ上に加わる。ジスモンだが、このアフロディーテ像を好みではないと言い出す。司教が通りかかって、この像が不適切であることに同意する。この話の最中に、グレゴレスはフランチェスコを縦穴の端に連れて行き、彼に虎を見せる。素早くこづいて、 フランチェスコが中に落ちてしまう。ジスモンダは息子が虎の穴に落ちるのを見て悲鳴を上げる。彼女はグレゴレスが彼を押し込んだことを知らない。彼女は息子を助けてと数名に、い,いや誰かれ構わず懇願する。彼女は無制限の報酬を申し出るが、ほぼ確実な死の危険をも顧みずに少年を助けようとする者など誰もいない。ついに、 一人の男がポワニャールを手に取り、子供の救助に向かう。虎が獲物に襲いかかろうとして、身をかがめる中、男はその縦穴に飛び込んだ。ジスモンダは十字架のふもとで救助を祈っている。他の人たちは、縦穴内の奮闘を説明する。その男は、虎の目を刺し、探検の先が脳に達して、虎は死亡する。喜びいっぱいに、フランチェスコを抱きしめたジスモンダは、 息子を救った男と結婚して、公爵料を共有することを神の前で誓う。誰もその男を知らず、結局その男はアルミリオという平民であることが判明。これを聞いて、ジスモンダの感謝は冷め始めてしまう。彼女の子供は無事であり、彼女は平民と結婚することを望んではいない。司教が彼女に彼女を自らの約束を思い出させようとするが、ジスモンダは、 司教に自分の誓いを思い出させずとも結構ですと伝える。誓いを実現するのは不可能である。劇全体はこの誓いを中心に展開していく。実問だは、アルミリオに心から感謝しつつも自分の約束からの抜け穴を探し始める。そこで彼女は強硬に嘆願することにした。かたやアルミリオは誓いに従ってほしいと彼女に望んでいる。ジスモンだは、 自分自身と自分の公釈量を除いて、彼が望むものは何でもと彼に約束する。あなたが約束した、以上、ご自身の約束を守られますよう私は主張しますと、アルメリオは言う。ジスモンだが、子供と一緒に急いで逃げるところで、幕が降りる。第二幕は、ジスモンだが、息子のフランチェスコと共に陰遁したダフに修道院で、始まる。少年は奇妙な熱の病気である。 この修道院でもイースターの週にジスモンダが息子の命を救ったアルメリオと結婚するという噂が広まっている。アルメリオが宮殿で怪我の手当てをしてもらった方法や宮廷人たちがハンサムで勇敢な男を称賛する予習をしていたことなどを登場人物は語る。公爵宮殿でのアルメリオは一階の鷹城であり、ジスモンダが彼の存在を知る。 ずっと前から彼女を愛していた。一方のジスモンダは自分の誓いを免れることができるか否かに関する教皇からの返答を待ち焦がれている。ここ最近多くの災害がアテネの人々に降りかかっており、彼らはジスモンダを非難していた。神の目前で建てた誓いを破っているので、 彼女がこの国に災害をもたらしていると言われているのだ。死の定地半分が浸水し、これらが蔓延し、十字架は教会から吹き飛ばされ、そして最悪なことに海賊団がマラトンに上陸してしまう。ある貴族が海賊団統領の支給を自分の前に持ってこれる人物に土地と公爵の称号を与えると申し出た。 アルメリオは200人の男性を連れてマラトンに出陣。彼は海賊団を打ちまかして彼らの頭領を斬首した。法相としてアルメリオはそんな伯爵になった。ジスモンダはあらゆる求婚者を恐れている。求婚者たちが自分ではなく公爵領を愛しているのだと彼女は考えている。おそらく自分が信頼できる唯一の男性はザッカリアだと。 彼女は考えていた。この時点でザッカリアが登場。彼はジスモンダへの愛を無意味に主張する。司教が登場してジスモンダに教皇の返答を告げる。ジスモンダは自分の誓いを守ってアルミリオと結婚しなければならず、さもなければキリストの配偶者つまり修道女になる必要がある。これが教皇の決定であった。 アルメリオの外戦アプローチが聞こえてくる。民衆が征服英雄である彼を修道院に連れて行く。ザッカリアと直進たちは近づいてくる行進に対して門がしっかりと閉じられていることを確認する。アルメリオと直進たちの全員が剣を抜く。止めなさい。ジスモンダは命令し、剣を手放すようアルメリオに命じる。ザッカリアは アルメリオを捕虜に取りたいのだが、ジスモンダは彼を尊ぶべきだと語って、それを許さない。ボイラウンオム、誇らしげなアルメリオを見て彼女は言う。第三幕は、ジスモンダの宮殿にある彼女の私有別邸で繰り広げられる。アテナイの民衆は、自分たちの公爵夫人がその誓いを守らないことを歓迎していない。人々は、アルメリオに同情している。 ジスモンダの従者である直ンたちはアルメリオの傲願さをあざけていた。ジスモンダは至るところでアルメリオを目の当たりにすることを想像してしまうと医師に伝える。医師はそれが彼女の良心で彼女を悩ませていると考え薬よりも祈るよう助言する。翌日は祝祭日でアルメリオを支持する人々が暴動に打って出るかもしれないとザッカリアは心配する。 直進たちは、アルメリオを殺害できるかもしれない、様々な方法を提案するが、ジスモンダはそれらを拒否する。アルメリオは静かにジスモンダの部屋に連れてこられる。彼女は、彼が非常にハンサムであることに気づいたが、彼女は、まだ彼と結婚したいとは思えない。彼女は、お金と男爵料を彼に申し出るが、アルメリオは、自分が望むのは、ジスモンダと結婚することだけだという。 彼は、アテネ公爵になるために、フランチェスコを救ったのではなく、ジスモンダの愛を勝ち取りたいためだけに救ったのだと、彼女に伝える。彼は、自分がジスモンダの恋人になれるのなら、自分の公爵料を放棄して、ジスモンダと結婚するとの主張さえ諦めると申し出る。ジスモンダはそれに同意し、公然において、自分を近いから赦免するよう彼に約束させる。 この劇に基づくアンリ・フェブリエの同名オペラジスモンダのポスター第4幕はアルメリオの客室近くで始まる。ジスモンダはアルメリオの恋人になるという約束を守っており彼の客室を出るところである。ここに付き従ってきた彼女のメイドであるジスベは彼女に立ちふさがる。ジスベはジスモンダがアルメリオとの恋に落ちたかどうかを尋ねた。ええ、私の魂と 体は彼のもので、私は自分の妄想から自分を誤解していたのとジスモンダは告白する。グレゴレスとザッカリアが近づいてきて、ジスモンダとジスベは隠れる。ザッカリアは睡眠中にアルメリオを殺害することをグレゴレスに望んでいるが、グレゴレスは尻込みしている。寝ている男なら全く何も問題ないだろうと。 ザッカリアは主張する。アルメリオのように巨漢で強い男を殺すよりも、子供を穴に押しやる方がより簡単なんだよ、とグレゴレイスは答える。彼は長名を落として逃走。お前がアルメリオと子供のフランチェスコを殺すんだぞとザッカリアは彼の背後から呼びかける。ここで実問だが長名を手に取り、お前が息子を 虎のところに送ったのか。私はお前を地獄に送ってやる。と叫んでザッカリアを襲撃する。アルメリオは目を覚まして登場し、とどめの一撃を見舞ってやると申し出るが、ジスモンダはそれを拒否。ザッカリアにまだ意識があることを確認すると、ザッカリアが苦痛にもがいて徐々に死にゆく中、私は、 アルメリオを愛していると彼に伝える。最終幕の第二場面は、教会で繰り広げられる。ざっかり足棒という知らせが届く。アテネの人々は首領を外に運び、実問だが、アルメリオとの結婚を発表することを要求している。アルメリオは、悲しげに登場。彼は、自分の誓いを果たすべく、ずっと愛してきた。 唯一の女性を諦めようとしている。彼がジスモンダの誓いを謝面している時に、グレゴレスが登場し、ザッカリアを殺したことで彼を求断する。夜に、ジスモンダが自分の客間にいた理由を明かしてしまわないよう、アルメリオはその殺人の汚名を被る。直神たちは、アルメリオを死刑にするようジスモンダに促す。ジスモンダは、純王手、グレゴレスが、 ザッカリアの命令で息子を虎に投げたこと、そしてアルメリオを殺そうとしていたことを求断していく。グレゴレスは、その男を殺すことを、自分は拒否したと返答して、うっかりと自白してしまう。グレゴレスは、囚人として連れ去られる。ジスモンダは、自身がザッカリアを殺したこと、そしてアルメリオとの関係を大胆に認めている。彼女は、アルメリオの名誉と勇気を認め、 彼に自分を許してほしいと、そして自分の夫になってほしいと彼に困難する。アルメリオは、ジスモンダと結婚して、フランチェスコの父親かつ、アテネの新しい公爵になれて、まさに幸せ余りある状態である。民衆が自分たちの新しい指導者を褒めたたえ、オルガンが、グローリアを奏でて、終幕となる。ジスモンダでのサラベルナール。最初の制作では、 サラベルナールが、ジスモンダ役、リュシアン・ギトリが、アルメリオ役で主演した。この演劇は1894年12月11日に、ニューヨークブロードウェイのフィフス・アベニュー・シアターに移って、1895年2月に、公演終了。舞台設計は、ジョセフ・クレア、D ・フランク・ダッチ、ホーマー・エメンズ、リチャード・マーストン、アーネスト・アルバートによって行われた。ありがとうございます。